はい、こんにちは、こんばんは、ようございます。R です。アーマードコア4ですね。よろしくお願いします。そして、見てくれ。俺なんか違うぞと。なんかいろいろ、なんか違うんじゃないのっていう話なんですけど。武器をね、いろいろまたちょっとガチャガチャ見てたら、これ見てください。ショットガンがね、新しいショットガンが出たんですね。新しい顔よっつって、でっかいショットガンが。ね。いいですね。もう、こんなの来たら装備するしかないでしょう。ガトリング？知らん。で、一応ね、ブレードもね、例の、あれが出てきたんですよ。これ。ね、07ムーンライト。前回ね、俺がワンパンマンしちゃった敵がもしかしたら持ってたのかなと思うんですよね。ちなみにこのムーンライトをレーザー、今まで使ってた長いレーザー、ブレードもレーザー、レーザー、レーザーなんだけど、ワンパンマンだけね、普通のパンチ、ブレードって書いたんですよね。攻撃がこれが2万5000でしょ。ムーンライトですら1万8000なんで、鉄拳最強説ですね。でも僕はショットガンと。で、これがグレネード。今まで使ってたのはこっちのグレネード。まあ、ただ単純にちょっと強化されてるだけですね。で、忍ばしているのはもちろんね、ブレードを忍ばしてます。で、そうすると足がね、重くて動かないので、足つかね、足腰弱くなっちゃって動かないんで、ぶっとい足にしました。足がめちゃくちゃ遅いです。で、その代わりにスタビライザーとかでね、重心はね、後ろにやって、これですね、チューン、出力とか、まあ、容量を上げて、まあ、クイックブーストなんかを高めにしてます。あとはこんな感じかい。ジェネレーターなんか変える？重量のパワー型、プライマルアーマーとエネルギー両立。なんかもっとそれよりいいのあるかな？今更だけど。出力と容量ってなんか違うのかな？その辺が実はよく分かってないんでね、まだ。でもこっちの方がいいか。ちょっと防御落ちるけど。出力あった方がいいよね。とにかく足が遅いんで。ちなみにシミュレーター、全部 全部ボコボコにしました。で、チップね、メモリだっけ、あれを手に入れてるんだけどさ。で、とりあえず、まあ、それだったら腕とかもね、変えてもよかったのかもしんないけど。で、とりあえず、ね、このレオハルト、よくやってくれたよ。本当に。まずはお話をちょっと進めてみましょう。で、例の、四つどもえ、六つどもえ、やります。よろしくお願いします。アナトリアに接近中の所属不明機体を確認。あれは、なぜあの機体が。来てはダメ。何かおかしいわ。いきなりなんですかね。もう1対1だったら負けないよ、本当に。これ多分。いや、余計なこと言うのやめよう。普通にシミュレーション今も慣らしでやっても負けるからな。結構運要素が強いのか、まだ勝った時の要因が分かってないのか、なんかなんとなくね、肩のショットガンがすごい強い感じがするんだよね。ロックできないからさ、あれが多分当たるとすごい減る気がするんだ。ん？遅かったな。おう。
言葉は不要か。あ、ここの、お、誰ですか。そうですか。じゃあ言葉が不要だ。何？お、容量はすげえ大きくなってる。すげえ、あ、これはいろいろできそうだな。この動きね。ありがとうございます。まあ確かに当たらなかったね、今。まあただ俺の、うっ、早い。なんだこれってか、早すぎる。どうなってんだ。あ、でも動き自体が遅いな。俺と一緒の足遅いけど高機動型か。くっそ。これじゃショットガンが。あ、でも見て見て、プライマルアーマーですね。やっぱすごい削れるんだよね。くっそ。ロック速度もね、すっごい速くしてるんだけどね。当たらない。ということはだ。ロケットでやるしかねえ。で、一応やっぱ調べたんですよ。ちょっと武器の特性とかをね。ガトリング、ショットガン、ともにやっぱりプライマルアーマー削りには、最適なようですね。プライマルアーマー削りに特化したネクスト用ショットガンってね、とは書いてあるんだけど、ん？なんだ？瞬間的に動かない時があるな。ブーストが切れるのかな？俺と一緒で管理ができてないの。おっと、危ない。ん？俺のプライマルアーマーが切れている。で、このグレネードは、やっぱりその、攻撃力は高いんだけど、プライマルアーマーを削るにはちょっと、役不足であると。ということで、まあ、もともと、あれが好きだった。おっ！なんだよ、大したことねえぜ。でけえな。ん？でかい？おっ！まあ、もともと考えてた、こう、何？コンセプトは、なかなかバランスは良かったのかなと思います。削って叩き込む、削って叩き込むっていうね。いいなあ、でかい機体、俺も乗りたい。すげえな、言葉がないよ、本当に。よくね、ニコニコ動画とかで見たよね。遅かったじゃないか。ん？終わっちゃいましたね。敵が一体誰だったのかと。俺途中でやってて思ったのが、実況じゃないんだけど、アーマードコア4っていうのをね、見たことはあったんだよね。なんだろう、あれは。あ、曲がかっこいいな。なんだっけな。昔のね、謙虚なナイトが、主人公の、まあ、アーマードコア4、東宝とかとね、FF11 とコラボっていうか、合わせた、まあ、二次創作、三次創作なのかな。あれでね、アーマードコア4を、まあ、字幕、ストーリー自体でやってたっていうのがあって、言葉は不要かっていうのは、もうパイロットがね、喋れなくなってるっていう、まあ、解釈だったんだけど、あれは本当だったのかな。小島温泉でもう耳とか体がおかしくなってるっていう。
ね、結局この小島粒子っていうのは体にね悪いってシミュレーターの中でもその初めの頃からいる兵士は先はもう長くないとかね、そういう説明文があったりしたんだけど、もう死ぬのかな俺は死ぬのかな。もともとね、リンクスになる前は、あ、リンクスでもあの、なんだっけ、パイロットのね、総称。ね、凄腕のレイブン。まあ、昔のね、時代遅れのパイロット。レイブンだったのが、ね、こういうネクストに乗っかるリンクスに。あ、ね、この動き、最後できたけど、当てられたかな、ちゃんと。あ、このステージかな。やるからね、これから。ぶっちゃけね、今のステージよりもあの乱戦の方が絶対難しいっす。でね、あれもね、やり方見つけたんだよ。何度も何度も死んで、でこの動きね、オープニングでまたこの動きできるらしいんだけど、なんかやっぱ旋回性能を上げたりしないと難しいらしいんだよね。あと特殊な、ちょっと特別なガチャガチャ動きをしないと。彼女はあの男を連れてアナトリアを去った。私には彼らを止める権利も言葉もなかった。これ以上はやめておこう。それは私の語るべき物語ではない。で、これがフォーアンサーだっけ。アーマードコアあるんだよね。それに続いていくのかな。うん、まあ一旦ね、長らくでもないか、かなりアーラがやってる動画ゲームの中では短めの、ありがとうございます。読めない。あ、でまたこれになるのか。これはなんだ、ミッションリスト出撃しますか。なんか特別、あ、全部やりますよってことか。あ、なるほどね。よし、じゃあ一旦例のやつやろうか。作戦を確認します。旧ピースシティエリアで敵再生 A ネクスト部隊と交戦している味方の支援に向かいます。敵ネクストは4機、リンクスはいずれもナンバー上位ですが、特に警戒すべきはナンバー1のベルリオーズです。ベルリオーズの戦績は完璧です。オリジナルには珍しい極めて柔軟な思考の持ち主で、必要であればためらいなく他企業の武装を使用し確実に勝利することでそれを認めさせています。複数のネクストを相手にする極めて危険な任務です。これまでで最も過酷な戦闘になることは間違いありません。以上、作戦の確認を終了します。死なないで。はい、まあ、何度かやって、この装備でもね、やったんだけど、まあ、勝てないんだよ。普通にやったら、俺の腕じゃね。で、やり方をね、見つけたんだ。何度も何度もやって。前回ね、壁にぶつかって痛えだなんだって言ってたんだけど、あれがね、どうも、ヒントで、壁を背にして戦うっていうのが一つあるんだよね。多分それで、それだけで勝てると思う。だ俺は動かない、基本的に。敵が動いてるのを利用して戦うと俺は、まあ、動かないと。俺が動かなきゃ敵もね、大して動かないっていうのが、まあ、ゲームの仕様になっちゃうのかな。戦闘すでに開始されています。まあ適当にね、あの、打ち込むけど。速やかに参戦し、あ、ジェネレーター、すげえな、ジェネレーターだっけ。すげえ使えるな、これ。よいしょ。建物とか壊れちゃうから、それはまずいんだけど。よし、じゃあ行きますよ。あ、でも俺を狙ってくれないと困るんだよな。まあ何でもいいんで、壁を背にして戦うと。どこだ。そうするとまず俺を狙ってくるんで、まあ壁に隠れちゃうんですね、敵もたまに。そういう時は俺には当たらないからいいんだけど、まあ、絶対動かないってことじゃないんだけどね。ちょっと壁をとにかく背にして戦えば
4方向からの攻撃はできないんですよ。 FPS みたいだけどね、壁を背に行ってたからな。でその壁を背にして戦うだけでも余裕で HP 管理ができるんだよね。早いよ。どこだよ。でもともとね、味方がね3機いたんだ、2機いたんだよね。俺を合わせて2機じゃなくて俺抜いて2機いたんだよね、ナルちゃんっていう。よし、やったか。クイックブースト使うとね、あ、クイックターンになるかな。クイックターン使うとね、速すぎて捉えきれない時あるんだよね。敵はとにかく速いからさ。まあでもクイックターンだけはやっぱ必要なのかなと。やっぱ至近距離でそう当たればよし、少しずつでもね当てられるんで。お、まずい、これよくない。ロック、俺の誤操作大事な、怖いのは。どこだ。で敵が突っ込んでくるのもあっと、頭が出てくるのもあっと、完璧にね翻弄はされてるんだけど、まあ、それをなんとか、ね、当てるためのショットガン、そのための右腕左腕。よし、じゃああと1機なんで適当にグレネードで待ってて。まだボコすだけだ。やったか。こんな感じだったね。まあ、敵、あの人間と戦うんじゃ。すごかったわ、あなたの戦い。まだ信じられないくらい。まあ、通用しない。無理させてるよね。ん？この戦争が終わったらもうやめよう。今はゆっくり休んで、おやすみなさい。本当にもうやめたんですかね。続編が出てるんですけど。ミッションリストだから、これは特に関係ないのかな。好きなものをどうぞっていう話なのかな。まあこう見るとね、あれ？これはなんだ、気合の入った2周目か。 R ボタンで今一番右にやったらまたこれが出てきたんだけど、でも同じだよね。どういうことなんだろう。まあ、ハードモードもね結構やってさ、ね、報酬の方が斜線が入ってる、斜線じゃないか、線が入ってるともうクリアしてましたっていうやつになって、できてないショップね、死に腐れだと、まあ、まだお金がね出てるんだけど、これ勝てねえんだよ。これがやってもやっても、で中には普通のねレベルでもできないやつもあるしね。あの小島粒子でどんどん削れていくやつ、これ多分ね、なんかどんどん下に入っていっちゃまずいんだろうね。上の方で狙い撃ちして終わらせるっていう、そういうゲームなんだと思うんだ。いやー、よくやったね。何分？ 20 分。結局、パート数だと、どんだけやったんだ？よいしょ。装備的にね、どうなんだろうね。結局みんながやるような、まあ、脚部だったり、武器だったりしたのかな。
武器のね、特性だけ調べて、おすすめの装備とかは何もね、調べずに、ショットガンがどういう武器なのか、グレネードがどういう武器なのかっていうのを調べただけで。まあ、あと多少ね、動き方なんか参考になるものはあるかなと思ったんだけど、まあ、難しそうでね、何も参考にはしなかったんだけど。で、パート数だと12、これが13だから、かなり早いよね。まあ、トゥームしかり、まあ、黒金の高校もね、2周目やらなくたって30ぐらいやったかな。ね、遅いでしょう。よいしょ。71キロ。まあ、71キロでも数字早いけどね。で、通常の、ね、ブーストでも300キロ。行くか行かないか。あまり高速でね、ブーストできない。1、2、1、2ぐらいなんだね。1、2。なんかこの、こういう動きをしてからこうね、回り込める技術もあるみたいなんだけど、どうやるのかな、逆かな、なんか1回のブーストでね、できる、こんな感じなのかな。ね、こう敵がね、真ん中に行って、こんな感じで やってたけど、もしかしたら旋回性能をね、上げないといけなかったのかもしれないよね。1回のブーストで、クイックブーストでやれるらしいんだけどさ、やれるらしいっていうか動かないしね。こういって左にブーストが、ね、使えないからさ、俺ってこの機体。なんかやり方があるんでしょう。で、装備のね、外し方も。よいしょ。おっ、なんだ。こんな切り方だったっけ？あ、もしかして何？あ、脚部とか機体によって切り方が変わるのか。ちょっとね、ブレードの使い方参考動画とかもね、見たらさ、なんつうの？こうじゃなくて、外側から内側に向かって切る切り方もね、あったんで、あ、なんかそういう特殊なブレードがあるんだなと思ったら違うのか。なんか装備とか設計の仕方で変わるのか。あ、ちなみにショットガンを外したんで、312キロ出るようになったね、通常のスピードで。あ、そうなんだ。あ、この切り方の方が、すげえな。おら、あ、これはいいじゃん。これかっこいいね。あ、こういう比率もあるんだ。これがやっぱ強いんだよね。グレネードはなんか、撃った後？時間が経てば経つほど強いっていう、まあよくわかんないけど、まあ爆風にもね、ちゃんとダメージがあって、やっぱ強いみたいですね。多少ね、狙ってもくれるみたいなんだよね。だから、まあ左右やって、前入れて左右やってとかなのかな。空中でね、左右できないって言ったのは、ただ俺のエネルギーが足りなかっただけだね。ただ重いから結構落ちちゃうんですよ。で、よいしょ、グレネードも落とすと、あー、結構上がるね。やっぱグレネードがガンだな。で、肩の武器も落とせない。よし。と、あー、多少上がるね。で、やっぱこれでも痩せてるように見えるね。足がやっぱでかいけどね。なんだろう、脚部パーツ依存なのかな、この動きは。ブレードの。
中にはね、こうやってオーバーブースト、オーバーブースト、あ、見て見て見て、ちょっとこれ、オーバーブーストがすげえ持続してるんだけど。すげえ、これはすげえや。オーバーブースト中は、連続切りは今、連続切り両切りか、できなかったけど。オーバーブーストで距離を取って、あ、オーバーブーストだとかなり旋回能力が上がるね。で、切って切ってとと。でもこのダッシュだとちょっと辛いかもしんないな。で、今気づいたけどさ、オーバーブースト使うとプライマルアーマー削れる削れてるわ。こういう戦い方もあったのかもしれないね。よし。ひとまず、アーマードコア4。その4アンサーっていうのもね、もしかしたら、いつかやるかもしれないけど、まずは、例のゲームを、時間を、置かずにね、来月ぐらいには始めようかなと思ってます。黒金の方向もね、もうすぐ終わるだろうし、新しい PS1 のゲーム、ね、なんだっけ、メディーバル、始めたけど、それと同じ、特に負担にはならないでしょう。またその2本でぼちぼちやっていけばいいのかなと思います。どっちもね、アクションゲームになっちゃうけど、趣向はね違っていいんじゃないですかね。やっぱ面白いというか、かっこいいね。ガンダムとかもね、かっこいいけど、こういうもっともっと武骨な形のロボットとかもやっぱかっこいいなって思いますね。アーマードコア綺麗だしね。また機会があったらちょこちょこひっそりやってようかなと思いますが、お話がね、どうしてもちょっとよくわからなかったのが、申し訳ないけど、そこはね、フロムソフトウェア特有の、あとは解説見ながら、考察を見ながら理解していくっていうのが一番かもしれないけど、これなんか違うのかな。一番最初のミッション、独立計画都市グリフォンを占拠する武装勢力を排除する。グリフォンはかつて大規模テロにより機関インフラを失い廃棄された。特に同じっぽいですけどね。この背中についてるさ、ミサイル、羽みたいなのはミサイルなのかアンテナなのかわからないんだよね。俺持ってるかどうかもわかんないし。結構ね、シミュレーションとかミッション、終わらせると手に入ったりするんだよね。敵主力ノーマルを全て撃破して。扱いきれない。敵ノーマルを確認。作戦目標で撃破して。はい。懐かしいね。グレネードの方がいいかな、お好みかな。終わった。作戦成功よ。帰還して。ハードモードになったりすると、援軍がね来たり、数が増えたり、攻撃力がね上がったりとかもするんだけど、あ、でもお金が入らない。ああ、なるほどね。パックスエコノミカ。またお話を改めて終えるっていう感じなのかな。2周目やって、また見えてくるものもあるんじゃねえのっていう、粋な計らいかな。違うね。2周目じゃないと手に入らないパーツがあるのかな。きついな。もしかしたらね、裏でひっそりまたやってるかもしれないけど、ひとまずアーマードコア4は、この回で終わりになります。あまりね、やったぞっていうね、歓喜がないんだけど、そこは申し訳ないんだけど、なんとかクリアできてね、よかったと思います。クリアできなかったらね、ぶっちゃけどうしようと悩んだ時期もあったけど、じゃあまた別のゲームでね、また面白そうなのがありましたら一緒にやれたらいいなと思います。で、ご視聴ありがとうございました。失礼します。